あら、ヘミスフィア卿、シーカーさん今お出かけかしら。あの時は落ち着いて話す暇もなかったわね。あなたのことは聞いているわ。噂通り結構可愛い顔してるじゃない。冗談よ。それじゃまたね。うん、この演目も1ヶ月でかなりの出来になってきたわね。でもリーシャ、サビのところのステップはもっと感情を込められるはずよ。シュリはもっと周りを意識しなさい。練習公演とは配置や人数も違うから、しっかりと空気と流れを感じ取ること。まだまだ伸びしろはあるはずよ。夜まで妥協せず詰めていきましょう。はい、言われないように休息もバッチリ取ってるからね。はい、弟くんたち元気にしていたみたいね。お疲れ様です、皆さん。どうも。もちろんこの通りよ。
しゃあ、リハって言ってるでしょうが。ったくこの子は弟くんたちとのおしゃべりに夢中になっちゃって。まあ、あ、イリアさん、この感触はまさか未だ育っているっていうの。リーシャ、恐ろしい子。これはもっと念入りに。もういい加減にしてください、お、珍しい3人組じゃねえか。で、別にそういうのじゃありません。調印式中の警備について元警備隊として少し意見をもらっていただけですから。素直になれっての。ようやく帝国でのお勤めを終えた俺と二人っきりになれて嬉しいってな。だから違うったら。
クロスベル再独立、本当におめでとう。落ち着いたらぜひまたクロスベルを訪ねさせてくれ。楽しみにしている。式典に立ち会えないのは残念ですけど、警備の方もどうか頑張ってください。次に帰省するときにはお土産を持って支援課に伺いますね。おう、ロイド。ノエルとワジも一緒だったが、市内巡回の方は順調みたいだな。ええ、お邪魔しているわ。ちょっとした用事で顔を出したところでね。
でもノエルの方は支援課を手伝っていたのね。ある程度警備の段取りは終わっているから別にいいけどなんだか警備隊の任務中より生き生きしているわね。一仕事終えた後にはやっぱりこれね。歓楽街の屋台まだやっていてよかったね。これからギルドの手伝いもあるし、あんまりのんびりはできなさそうだけど。分かってるって、つかの間の休息ってやつ。あ、よっしゃ、ほっぺたにクリームがついてるわよ。こっちのフレーバーも美味しいわね。ダブルにすればよかったかも。この噴水にいい天気、アイスも何倍も美味しくなるっていうか。で、どうしたの、ヨシア。ちょっと顔が赤いけど。いや、君って無意識にそういうことやるよね。慣れたつもりだけど、時々不意打ちされるというか。そういうこと？どういうこと？なんでもないよ。なんだったらもう一口食べるかい？あ、いいの？ありがとう、ヨシア。それじゃあ、いや、それはさすがに恥ずかしいんだけど。最近はこういうのなかったし、いいじゃない。ほらほら、ヨシア。って、
この1ヶ月本当にご苦労だったな。ええ、ダドリーさんの方こそ。クロスベルの地での1ヶ月の観察業務、さぞ慣れないことも多かっただろう。今日という日を迎えられたのは君たちの協力あってこそだ。感謝する。こちらこそ、いろいろとお世話になってしまって、それから気が早いかもしれませんが、再独立本当におめでとうございます。ありがとう。お前たちか。お疲れ様です、支援課の皆さん。だってお姉ちゃんはお姉ちゃんだもん。うんうん、警備隊の制服もいいけど、今日の服も本当に合ってる。そうだ、今度警察の制服も着てみない？お姉ちゃんなら絶対似合うと思う。
ほう、これは美味しい。よかったです、お口に合ったみたいで。はあ、ほっとするね。疲れも吹き飛んじゃいそう。お疲れの方に最適なオレド産のアールグレイでございます。特製スコーンとご一緒にどうぞお召し上がりくださいませ。ええ、いただきます。改めて今日のクロスベルの再独立おめでとうを言わせてください。そしてよかったらこれからも良き友人でいてもらえますか？もちろんよ。これからもよろしくね、アリサさん。